なっちゃうよ。今満開だもん。今月、いや今週で終わりだよね、もうね。花でしょ。花。うん、持つか持たないかで31日まで。31日持つかね、本当。もう私も毎朝通ってくるけど、今日なんかもちらほら散ってるし。本当本当。本当さっき前とおるおばあちゃんに午後から暖かくなったら行ってみてごらんすか。本当満開だからずっと思わねえ、うん。ここも桜つってもな。ここじゃあ公園にちょっとあるだけだね。うん、あるけど。桜、本当だよ。桜これからだな。これからじゃんで、今週で終わりだな。今週で終わりだもん。終わりだもん。今日が公園すごいでね。今日はでもね、平日だからな。勤めの人お休みだから今夜すごい暇だよ。今日は金曜日か今日。そうよ。あ今日だ。今夜がすごいよ。今日だ。上野公園も。ね。うん。だよ、今日は花だ。今日は花見の金曜日だな。ちょっといつも不思議なんですけど、立石の商店街の、ページはどなたがリーダーでやってらっしゃるんですか？だから細谷さんとこ、細谷さん自分で Facebook のあれ作ってらっしゃるんじゃないですか。私はね、私はね。ね、もう一個だから。立石商店、立石商店連合会ってのあるよね。はい、はい、うん、あれ、あれどなたが上げてるんですか。なんかね、誰だろうね。なんかって。ご自分で上げてるんじゃないですか。あれ違う。何そんなたくさんできない。うん、それはそうだ。どちらどちらでもお好みの方だ。え、どちらも上げれるんですか。どちらでも。あなたがそういうなら。いや僕がそう言うんだろ。でもやっぱり商店街でもいいです。私どうでどっちがいいの。あなたもなんだ。いや僕は細谷さん の親しいから。あ、じゃあまあでも時々あっちにね映ってたりするから嬉しいなって思ってあれこれ誰が上げてんだろうなと。誰やったの、ね、細谷さん両方やってんのかなと思って。なんかあれですよ。岩井さんです。細谷さんです。岩井さんです。ビデオ撮ります。いいよ。
中島って言います。